ミュです。今回のやはきチャンネルは家族でお好み焼き屋さんに行ってきました。まさかのお通しが美味しすぎて軽く100個いけそう。それではやはきチャンネル始まります。うたくんすごいおっさんみたいな格好してるけど大丈夫？いやこっちは言いたいのは、こっちは言いたいの。お前か。はい、本日は鉄板焼きを食べに来ました。ごっついっていうお店なのね。好きなのよ。はい、これお通し。これめっちゃ好きなんですよ。焼きポテトサラダどうぞ。おもろい顔して飲んでんで。え、すごくない？いや、顔どうでしょう。うまい、美味しすぎる。そうか、うーくんご飯食べてきたんかも、家で。そうなの、もう終わっちゃった、うん、なんかサックス吹いてる奏者みたいな。二人でなんか、お父ちゃん飲めてる。サックス奏者みたいな。飲んでるね、すごいね。これは注文しよう、あとから。はい、来ました。どんぺい焼きと筋肉。うわ、美味しそう。レッツカーン、せーの、乾杯。いや、控えめやな、今日。いつもテンション高いのに、そういう控えめの時もあんのね。そうなんや。めっちゃ喜んでる。えらい喜んでるやんか。ずっとさ、吸ってるはずやのに吹いてる感じやねんな。いや、やっぱさ、おとちゃんさ、紅生姜食べんのよね。みんなさ、子供は普通あんま紅生姜嫌がるからさ、お店で紅生姜抜きましょうかって言われるんだけど、おっちゃんはかけて食べるんですよ。人生何回目だろうか。いただきます。トンビからのスタートです、どうぞ。なんか、トラちゃんがキャンキャン言ってる。今日テンション高い、トラ君は。うん、はーい、すいません。どうぞ追加で。うん、好きなんだよな。前もめっちゃ食べてた。もう一回頼むとか言ったもん、また。ポテトサラダ焼いたらいいの。でも焼く用にポテトサラダ作ってると思う、多分。チーズなのかな。うん、こんがりね。今日はバーバーも一緒にいますからね。おちょっとね、いや、でこれをね、動画で言うとこないとね、人影が映った誰ですかみたいなって、なんか声がしました誰ですかって言われるから。出ました、こちら。いや、長芋磯部焼き。いただきます。どうぞ。ででーん、牡蠣が来ました。牡蠣が、牡蠣と長ネギ。こんだけいろんなもん出てきてもポテト焼きがすぐな先になくなるという。作ろう、作ろう。家でちょっと試行錯誤してみるか。うん、筋肉のホロホロ感すごいっすよ。煮込んでる。うん。キラキラしてる。ああ、キラキラしてる。これさ、自分の顔見えるな。見えるな。九条ネギとイカでございます。よろしいな。結構さ。音いろいろ食べるようになってた、本当に。焼肉とかは、オクラ焼きたい。オクラ焼きたい。オクラ焼いて、なんか焼肉のタレつけて、ビロードくれてます。渋いな。めちゃめちゃ美味しい。うん、正解やったな、今日。鉄板焼きで。ふーちゃん食べてみた、お肉。お肉ホロホロよ。すごい。美味しいやろ。そう、美味しいぞー。ごちそうさまでした。めっちゃごつ焼き。えむらけさ、おつまみ好きだよね。おつまみ大好き。パパがおつまみ食べるからな。それにちょっと味見してたらおつまみ好きになっていくみたいな。お父さんのおつまみ大人気だった。そう、柔らかいんです。いただいてよろしい？どうぞ。
どれか。ありがとうございます。どうも。音がない。消しちゃう。大きかったらパパに。はい。パパよく食べるよな。パパいつでも食べますんで。胃が無限です。胃が無限。いや羨ましいよ。いやすごいな。私も強靭な胃袋欲しい。食べれるって健康。みーはママの胃袋が欲しい。まあ、確かに好きなものを限界まで食べれるのがいい。胃袋交換してくれ。じゃあさ、うん、これを今限界まで食べたいって何？パパちっちゃい頃ね、マクドナルドのポテトやって。ああ、太らないければみたいな。うん、マシュマロ。ええー。いろんなのをいろんなの食べたい。だから三日月のビュッフェを無限に食べたいって。これを無限に食べたいとかなく、いろんなものを食べたい。全く同じこと言ってるよ。同じページめくってたよ。見ると。聞いてなかった。パパは今では聞いてなくても一緒のこと。むちゃくちゃかぶったよ、ほんなら。いや、パパ今は今？今めっちゃ食べたいの？なんやろ、牛タン。お寿司いっぱい食べたいの。お寿司好きやね。よいしょ、もんじゃ来ましたんで、もんじゃ作ってください。今日はふーちゃん、おとちゃんがもんじゃ作り姉妹として。パパのいっぱい見てるから大丈夫やろ。そうそう、落とすの具材をね。カレー。そうそう、それをカカカカカカッと切っていくの。いいよ。なんで交換したね。ちょっと。そう。いいよ。そう。だってちょっと置いとくの、置いとくの。ほらほら、ほらほら、そうそう、それを周りからこう、そう、せき止めながら、いいですよ。いい感じ。で、ちょっと焼いたらもう正解。あー、よかったな、ビーダマヤ。あ、上手にできてる、美味しそう。カリッとが美味しそうじゃない。塩焼きそばとソース焼きそばが来ました。どうぞ。おいしい。いきましたね、あなた。もらっちゃいますね。そういえばさ、エハラケカフェのグッズいろいろ決まったね。Tシャツとエプロンとエコバッグとマグカップとステッカーと結構できましたね。マグカップ使いたいな。Tシャツ。うちらも使える。そう、みんな着て接客してもらうから。接客？うん。エプロンも。いいんじゃない？カフェっぽい。そうよ。家族経営やからな、カフェ。3日間。まさか夢が叶うからね。ね。結局しっかり働く感じですよ。普通のバイトぐらい、6時間やから。だからお子さんとかいっぱい連れてきてくださるからさ。みんな遊んであげてね、ちっちゃい子とか。広島焼きが来てからパパ必死に食べてたんですけど、マヨアートするってことで皆さん。いきますね。はい。しょっぽ。嘘。ギューって飛ばしてさ、めっちゃ遠くからやるんじゃない。はい、今回は久しぶりに鉄板焼きを食べに来ました。美味しかったね、いろいろ美味しかったね。で、なんかやっぱこんだけ人数おったらいろいろ頼めるからいいね。で、一番美味しかったのがまさかの突き出しっていうのがね。うちらっぽいですね。はい、またいろいろなとこ食べに行きましょう。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。